チャオトッティ、今井俊介です。サルベ、河村明人です。今日は2人で連想ゲームをしてみようのコーナーでございます。連想ゲーム、うん、あの河村さんがですね、もう第1回目から来てくださって、もう準レギュラーということでね、もうずっと登場してくださると思うんですよ。でそのためにもちょっと相性をね、チェックしたい。同じバリトン同士チェックするまでもなんかいい気がするんですけどね。例えば、はい、まあコーヒーといえば、はあ、せーの、ラバイザ。そういう、もうこれもいろいろね考えてくださって、こうスタッフさんとか入れたりとか。はい、それでは連想ゲームスタート。イタリア料理の代表的なものといえば、せーの、スパゲッティ。あ、トマト。トマト。あれ、スパゲッティかな思ったんですけど。まあ、ちょっと、スパゲッティポモドーロ。あ、ポモドーロ。もうね。そう。まあ、欠かせないですよね。欠かせない。味付けにはね。はい、まあ、やっぱりポモドーロのスープを、スープをね、ベースに、食べる、あの、スパゲッティが、一番人気がありますよ、ということで、これはもう、三角ぐらいだね。いきなり。いきなりね。次ね。厳しめだね。起きたらまず何をする？はい。せーの。歯を磨く。おーいいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いや、これは、そうでしょ。俺もそうなんですよ。え、なんで？いや、なんで？やっぱね、僕ね、朝起きたら、いや、だいたい口開けて寝てるんですよ、僕は。だから、口開けて寝て、起きた時になんかちょっと口がもやもやするし、なんか口臭いんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね。まさしく私もその通りです。うわ、ちょっと嬉しかった。歌うために必要なものは何だと思う？せーの、運動神経。まあ、どっちも大事だな。あの、私は基本的に運動神経あんまり良い方ではないんですけど、今井くんはどうですか？僕はもう水泳選手だったから。やっぱりその歌うこととその水泳選手のなんかこう関連みたいなのってありますでしょうか？まあ、筋肉を動かすということは、あの、歌にはとてもいいことだと思うんですけど、まあ、その肺活量とかって実は僕そんなないと思うんですよ。うん、で、何が歌にとって水泳良かったかというと、息を吸う力。ああ。一瞬でどれだけ息が入るかっていうのはとても歌に大事だったんじゃないかなって思う。おいっぱいありますね。いっぱいありますね。いっぱいあるね。これまた今度にしましょう。はい。じゃあこの並びで次に最後です。好きなオペラ作品。好きなオペラ作品。はい。いきます。せーの。シモレット。シモレね、やってみたい役っていうことが多分出たんじゃないかなと思います。リゴレットね。はい、僕はあのシモン・ボッカネグラってね。あ。ジェノバの作品ですね。同時に、ね。実在、はい、はい。実在したジェノバの。総督の話でございます。いやあれは若い頃から始まって、年を取ってて毒を飲まされて、はい、だんだん弱って死ぬところまで一生を描いてるからやりたい。そうですね。一番初めの幕というか、序章から、いきなり飛びますよね。そう。時間でおじいさんになっていって、うん、それからさらに死ぬところまでやっていく。この時間の流れっていうのは、もうすごくオペラの中でも特殊なものだと思うので、やりたい。うん、しかも、あれオペラアリアと言われるお箱の部分がないじゃないですか。ああ、そうですね。一曲アリアらしいものありますけど、それよりもこのアメリアっていうね、う娘さんとの二重唱が結構有名だったり、うん、今日いいですよね。はい。まあ、ベルディは同じだったけどね。はい。いや、これはでもちょっと意外と良かったですね。意外と良かった。これはなんかお互いを知れる、はい、なんか共通点を。ね、はい、朝起きて歯磨いたら、見出せたそう、朝起きて歯磨いたら川村さん、はい、あ、歯磨いてるのかな。今井くんも今頃起きたのかなって言って。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお待ちしております。週に2回、正午に上げられたらいいなと思ってます。皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではさようなら。